平野紫耀の陶芸秘は、私生活に潜む芸術的一面。こんにちは、読者の皆さん。平野紫耀のファンなら、彼がどんなことにも驚くほどの情熱を持っていることを知っているでしょう。歌手で俳優としての一面を持つ彼は、常に新しい挑戦を求め、その多彩な才能を発揮しています。しかし、最近、 彼がプライベートで取り組んでいる新しい趣味についての驚きの報告がありました。19日、平野耀は自身のインスタグラムを更新し、陶芸に挑戦する姿を公開しました。その瞬間、ファンたちは驚きと感動の声で溢れました。想像していたより上手で、びっくり何をしててもバクイケ、など彼の新たな一面に対する反応は素晴らしいものでした。 平野の仕様の陶芸。平野が投稿した写真には、彼の真剣な表情が映し出されています。ろくろを回す手つきは、まるでプロの陶芸家のようでした。さらに、カメラに向かって微笑む姿や、失敗した際の照れ笑い、出来上がった作品を自信満々にアピールする姿も見受けられました。これらの写真を通じて、 彼の情熱と才能が鮮明に伝わってきます。真剣な表情。プライベートで陶芸に挑戦したことは平野自身が14日のインスタライブで報告したことでも知られています。ファンたちはこの新しい一面に魅了され、コメント欄には出来上がりがとても楽しみです、といった期待と可愛すぎて無理という熱い感想が寄せられました。照れ笑い。 平野紫仕様は何事にも真剣に取り組む姿勢を持つことで知られていますが、陶芸への情熱は彼のファンに新たな驚きと感動をもたらしました。その才能を発揮する彼の姿勢は芸術における探求心と情熱の素晴らしい例です。平野紫仕様のファンである人々にとって彼の陶芸への情熱とその才能を知るこの瞬間は、 彼の人間的な一面をより深く理解する機会となりました。彼は常に新しいことに挑戦し、その真剣な姿勢と情熱には敬意を表すしかありません。陶芸の世界での平野様の冒険は、彼のファンにとって不思議な驚きと感動をもたらし、彼の芸術的な一面にさらなる尊敬の念を抱かせます。読者への挨拶。 平野の仕様の陶芸への情熱についてお伝えしましたが、皆さんはどう思われましたか彼の新しい趣味に驚き、感動しましたか彼の多彩な一面について、さらに多くの情報やインスピレーションをお伝えしたいと思っています。今後も平野仕様の最新情報をお楽しみにしていただければ幸いです。